高橋光弘は元競輪選手。群馬県高崎市出身。日本競輪学校第56期卒業。日本競輪選手会群馬支部所属。師匠は松岡誠志郎。血液型は B 型。自転車はサムソン。愛称は密1962年7月19日。群馬県高崎市に生まれる。群馬県立高崎工業高等学校では、 自転車部に在籍。卒業後2年間製鉄会社に勤務するが、賃金の低さに不満を覚え、日本競輪学校に入学。在校成績は43勝で6位だった。初出走は1985年9月14日の豊橋競輪場で、初勝利も同日。デビュー当初から追い込みを得意戦法とした。デビュー後は順調に S 級に昇格し、 1994年には第10回全日本選抜競輪で特別競輪初優勝を果たす。ただ、この時は初戦の一時予選特別選抜競争で失格しており失格選手が優勝したという矛盾が問題となった。これを受けて1992年に制定された特別競輪で失格した選手は次の特別競輪に圧戦しないというルールが 1995年より特別競輪でも失格即欠場というルールに改められた。しかし、翌1995年の第38回オールスター競輪で優勝し、二つ目のタイトルを獲得したことで、自らその実力の高さを証明してみせた。40歳を超えてからも長い間スキューで活躍し、爽やかな高青年ぶりで人気が高かったが、 2011年下半期からの永久降格が決定したこともあり、2011年6月22日の無校長競輪場第 6RS 級一般戦発着をもって現役引退を表明した。2011年6月27日、選手登録削除。通算成績2024,257勝、優勝23回。高橋曰くあまり攻撃的な性格ではなく、 番手でするよりもせらずに3番手につけることを良しとする、典型的な追込み選手。しかし、ここ一番という時の実力には目を見張るものがあり、決勝レースに出走した時は、かなりの好成績を残している。現在評論家の小形光一は、高橋の競争について、3番手を回らしたら、日本一と評価していた。高橋は、瞬発力と展開。 コース取りなどに関する判断の良さが自身の武器であると述べている。ありがとうございます。